ちょっと店員さん。はい、何でしょうかこのスープに陰謀が浮いてんだけど、バッチリな。さあ、大変申し訳ございませんどうすんのこれ、俺結構食っちゃったよ。んこの客、なんか怪しいな。さては、自分で混入させたんじゃないだろうな。失礼ですが、お客様。お客様はなぜ、そちらに浮いている毛が陰謀であるとお気づきになったのですかあそんなもん見たらわかるだろう。見たらわかるって、そんな縮れた毛。 すね毛や脇毛の可能性だってあるじゃないですか。なぜお客様はその毛が陰謀であると確信していらっしゃるのですかそ、それは、いや、別に。ふっ、勝ったな。あのー、すみません、シェフのものですが、そちら、私の陰謀でした。やい,いや、お前の毛なの <laughs>